シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。ピオンキョルテは光の冒険戦アポストルクエストを攻略解説していくってやつで、さあようやく終わった。マジで若干寝坊して7時半に始めて、それで終わったのが15時30分。8時間かかってる。どんだけかかんの、というわけで、これがオーブを使うことによって奥検知のクエストを出せばすぐにクリアできるわけよ。だからとんでもねえオーブを消費するから、今回はその奥検知を出さない方法で、リセットなしで普通にやっていって、オーブ50個使って8時間。でも一回運良かったのよ、3連続で奥検知出たりしたから。そういうのもあって、早かったのか遅かったのかわからないけど、他の人はオーブ割ってんのかな。普通に挑むだけのオーブ使って50個使ってしまったということなんだけど、難易度は、まあ、真珠の聖域よりはだいぶ簡単、未開より、いや、未開と同じぐらい。難しいクエストは未開超えてるやつもあったから、なんとも言えないけども、まあ、このアポストルのクエストって、まあ、EX みたいなステージがあるんだけど、そこは、それは納得いく難易度だったと思うぜ。で、今からは、その3つのクエストやってきたから、おすすめパーティーを紹介していくけども、今回、ラストのトレノバをメインに紹介していくから、最初の2つは簡単にやっていくぜ。そんじゃあやっていこうじゃねえか。さあ、まずはドリアンからやっていくぜ。あ、アドリンね。で、これラウダラ形式でバリを破壊してからダメージを与えるってわけ。で、ウィンドがないと引き寄せられてとんでもないダメージを受けるから気をつけて、ボスに引っかかることが大半だと思うけど、これすごくいい感じに3匹食らってしまった。で、リュウコがマジで強い。ゲージ飛ばせんのよ。最近活躍しすぎ。このパワーで、あと孫悟空が加速のサポートと SS がマジで強い。で、ラプラスもバリア壊した後にピシュッのダメージ追撃がかなり強い。ラプラスもで、この後も SS を打ったけど、で、ここで何度か勝利することができたぜ。で、次はラスゲのところなんだけども、卑弥呼の SS を打っていくぜ。で、卑弥呼自体が、非属性キラーもあって、結構ダメージも出すことができ、この SS がなかなか面白い。で、これ、ほら、追加で出てくるこう敵たちにも当たって、さらに動いて、こんな感じになって、最後に防御ダウンで、さあ、そんじゃ、次は、これ、ティッシュ。あ、違う。ビッシュをやっていくぜ。で、このキッシュ。激種変換パネルと、オーバーホールやレクイエム出てきた、激種によって、そのスピードが変わるこのパネルがあるから、これをうまく利用して立ち回っていくってわけ。で、ロボットを倒すと、一旦で爆発する地雷が出てくるから、それを回収してボスを殴る。ダメージは、大したことない、地雷の。で、このロボット、残すとよ、HP 最大値減少攻撃してくるから、結構鬱陶しい。ロボット処理もしつつ、地雷を回収してボスを殴らなきゃならねえ。両方やらなくちゃならねえってのが、実況者の辛いとこだな、って感じなんだけども、個人的に、ここ結構難しかった。というか連れてきてるモンスターが、動画用に降臨モンスターも入れたから、あれなんだけど、空風林結構強かったかな、やっぱり。EL がなかなか活躍してくれた。すげえ具だったし。だから貫通じゃなくてもいいけども、うまい具合に2つか3つ回収してボスの弱点を思いっきりつくというのが求められる。そんな感じのクエスト。いやー、これちょっとやっぱ難しかったな。で、これよりもさらに次のトレノバが難しかったから、今後増えていくクエストかなり怖いとこもあるね。オッケー、そんじゃあ次はトレノバやっていこうじゃねえか。さあ、トレノバやっていくぜ。もうガチ初見ではあるけども、一応動画で研究はしてきた。
ほらほらほら、これ出る出る、これ出る。モラルのやつ。みんながほら、モラル 100% で股間隠すから、まあ、そんな感じのクエスト。で、一応ワクワク見とくか。これ、9の枠行くために厳選したやつだったから、なかなかできてんだよな、これ。運がいいことに。で、あと、同時蹴りも使えるっぽい。弾2つ倒していきますか。たまたま完了。ダーンね、オッケー、ちょっと待って、弾2つじゃねえ。右上にあった。おい、弾って言ったら2つと思うだろ、みんな。おい、3つあるってどういうことや。次。いや、ほら、やっぱ2つじゃねえか。これが正常よ。はい、オッケー、倒すと。で、これ、ザナルで出てきた、このチェイスビームユニットを使って、倒していくわけよ。だから、いい感じにブロックを外して、この中にピューって入っていって、最後、上でプシュ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 ってなって出すわけよ。だから、これやっていくぜ。あー、こいつは、アンチブロック持ってたわ。あー、だから、アンチブロックないモンスターで行ってたから、アンチブロックあったらいけるんじゃないかと思って連れてきたけど、ちょっと頭混乱しちゃったってわけ。で、こうやって入って、シュ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 って倒すのよ。倒すの。で、これ相互蘇生じゃなくて、で、さらに、片方に触れてしまうと、盾出した状態になるから、削れないと。で、ここは、いい感じに周りをくるくる回って、倒していこうじゃねえか。ちょっと、あマジやばい、ちょっとこれ、下手くそかもしれねえ。もっと薄くか。これぐらいでいける。いや、ちょっと中に入るんだけど、おいやば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 い。まあ、お分かりの通り、まあまあ緊張してる。あ、かちゃ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 、アンチブロック忘れる。最大の弱点、アンチブロック忘れる。やばいやばいやばい。こういうほら、出すのに時間かかる系ってめちゃ緊張すんだよな。マジかよ。これ出すのに7回かかったぜ。あー、これマジで。よし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 、オッケー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 。そこでクリティカ出しても意味ない。で、これナナミが結構強いかなと。やばいな、これアスナの遅延がボス戦の削りで結構大変だからめちゃくちゃ役に立つ。で、ノアパンティ、ノアパンはさっきも言った通りにブロックがない、アンチブロックがあるから、いい感じに立ち回ってくれると。じゃあよかった、いけた、怖え。怖え。そう、ここなんだよな、ここ。際どいよ、これ。よし、オッケー。で、入るときの角度が、立てすぎると、意外と失敗する可能性がある。それが、これちょっと待てよ。だからアンチブロックある。お、場合によってはあれに乗ったのにスカブる場合があるのよ。シュシュって。これうまくいったけど、これ微妙に上とか下の場合があって、外すときあるから、せっかく入ったのにっていうときあるから、そこ気をつけて。これうまくいったな、オッケー。そんじゃあボス戦やっていこうぜ。うわー、マジ緊張する。ちょっともうほんと怖すぎ。で、ここは、もう早めに、たまたま完了。たまたま完了。押していくぜ。この敵は、6個も弾があるみたいね。ね、ノアパンの加速を拾って、めちゃくちゃ強い。オッケー。いや、いいね、加速。加速はいいわ。で、残ったやつ倒していくぜ。でもさっき図鑑調べた時思ったのが、ここ結構キャラゲーかもしれねえ。本当になかなかいない。で、使えるこのめちゃくちゃ強いアスナが、これコラボとノアパンも限定という、マジでっていう流れなんだけど、ここが結構難しいのよ。上のチェイスビームユニットに触れて、下のスピードアップパネルを踏むことによってピシュ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 ってなって出すんだけども、それが難しい。だから今回このアンチブロックを持ったノアパンティ、ノアパンに
来てもらってるわけよ。だがちょっとよ、これぐらいしかねえな。うん、いいよ。これほら、バリアがあったから。今こうなったけど、バリアがない場合、相当ダメージ出せるわ。あ、強いぞ。でも、あれだろこれ。やっぱ入るのむずいな、これ。入るのむずいわ。だから、今みたいな感じで削ればいいけども、これ次いけるんじゃない？これいけるぜ。よし、オッケー。このパワー！ぬぅぬぅぬあれ？いや、多分難しい。ここは結構難しいはず。今のはうまくいきすぎた。剣持ってるし。で、ボス2が、ここは簡単。まず、このほら、下のユニットを触れて、上の加速床に乗ることによって、上でブルルルルルルルって横やって、バリア破壊するダメージも出せると。はい、オッケー！完璧！いや、ここは簡単でしょ。あ、ボスには多分、中継ポイントみたいな感じ。ボス1とボス3がめちゃくちゃ難しい。まあ、ボス3はボス1ほどでもない気がするけど。で、次がどうしようかな、これは。あ、アンチブロックだわ。下触れて上。はい、オッケー、完璧。全然当たりません。と思ったら、ひよっこ！よし、もらった。これ、縦勘で、左にちょっと行けば、突破でしょう。もう超スピード型の強さ、もう見せてよ。壁に当たらないと、超スピード型は発動しねえからな。さあ、オッケー、ラストステージ。ここが怖いな。ここ怖い。いけるか。アスナを使うことによって、結構楽になりそうだが、普通に処理した方がいい。まだまだアスナを撃つチャンスはあるから。よし、でバイクの処理は結構楽、ここは。はい、オッケー、バイク処理オッケー。で、残りのターンをもう存分にボス削りに持っていくことができると。で、ここはクロスに、まあ、例えば右上のチェイスビームユニットを触れた場合は左下に入らなきゃならねえ。で、アンチブロック持ってるこういうモンスターであった場合は、アンチブロック発動させると、横にビュービューなるけど、まあ、それでもある程度ダメージは出ると思う。これで左のパネル踏めたらいいな。はい、全然ダメ。でもバリア破壊した。これで重要。これが重要。いや、もう入るの難しくねえか、これ。あ、待て、あ、やばい。こいつアンチブロックでね。おい、もう、ノアパンのせいで。ノアパンのせいでもうちょっと頭狂ってくるわ。ただでさえずっともう8時間ぶっ通してやってんだからよ。これ入れるか。だからこれ入るの難しいけど、雑魚処理早かったらもう入らなくてもいいか。全然。という感じ。いや、むずいけど、入る必要ねえ。入る必要がない。まあ、入ったらラッキーっていう感じで。で、これだよ。これで、SS で、まあ、SS 関係ないんだけど、チェイスビームユニット2触れして、左下のやつに触れれば、下ビュー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 いけるはずだぜ、これ。うわぁ、ちょっと角度がむずい。行ってこい！よし！オッケー！いいよ。なんか、パンドラお前もチェイスビミニと真似しなくていい。てか、中途半端！え？そんなに食らわないのこれ。いや。あれ？まあ、出たわ、威力は。これ多分威力は全然出ない。あ、出てないな。オッケー！
まあそういう感じかな。まあちょっとキャラゲー感強い感じもあるけども、アスナが強いし、遅延のアスナ、スピードのナナミで加速とパンチブロックのノアパンって感じで OK。 そんじゃ次の手数暴よ。いいからそこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。夜勤がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。泣き言って仕方ねえ。